マッチングいたしました。相手がラフレシア、ハッサム、カイリュー、バシャーモ、サーナイト、そしてエラプラスということでよろしくお願いします。まあユクシー出していいと思うわ。ユクシールカリオはほぼほぼ確定で、なんやかんや言って刺さりそうなポケモンロトムだな。なんかロトム刺さりそうじゃない？ロトムでいきます。はい、ラフレシアと、バッサム見れるんでかなりいいポケモンだと思うんですが、どうでしょうか。いきます。さあ、お相手先発バシャーモを繰り出してくれ。わしはユクシーをべんやりと投げていき、まあ初手リフレクターですね。これは相手はトンボ返り、結構いいダメージ入っちゃうと思うんだけど、まあ安全にリフレクターと光の壁、そしてステルスロックまで負けたらもう全然 OK かな。さあラプラスを繰り出してくる。絶対レードチャレンジかな。さあリフレクター貼る、光の壁貼る。まあ光の壁まで貼れれば最悪ね、もういいわ。さあシャイニングウォール、はい、当たるわけねえよな絶対レードなんてそう簡単に、ふざけんじゃねえぞ。でステルスロックまでしっかり巻いていくと。ステルスロッキング、むしろここ絶対レード当ててほしいな。さあじゃあトンボ返りでお祈りだな。絶対レード当たりませんようにお祈り着地だなこれ。お祈りルカリオ、当たるんじゃねえぞ絶対レードな。ふざけんじゃねえよマジで。お前何してくれてんだ。おい、は、犯罪なんだけど。 What？ もう意味がわかんねえじゃんこれ。意味がわからなすぎ問題でしょね。10万ボルト打つわ。うわ耐えるんだメガネ10万、やばいね。まあ壁あるんで波乗り全然大丈夫じゃないかな。 OKOK、 まあ壁ターンはまだ残っていると。とりあえずこれでラプラス突破だな。でバシャーも繰り出してくる。ステルスロックのダメージが入って壁ターンまだ残ってるから守るね。なるほどね。いやー壁ターンそろそろ枯れんじゃねえかな。まだ大丈夫。じゃあ10万ボルトインファイト。まあリフレクターがあるので耐えてくれる。多分10万ボルトで落としきれると思いますけども、よしナイス。ラスト1体次第だな、ぶっちゃけ。ラフレシア、あーこれなら勝てたかな。ユクシーで、うん。ふざけんなよ。ルカリオ大活躍させる予定だったのに、なんか終わっちゃったわ。さあもう一回光の壁張って、いや多分ねこのユクシーが死ぬまでなんか繰り返さないといけない。まあ光の壁リフレクター連打かな。てめえ絶対レード当てたくせに切断すんじゃねえよボケが。マッチングいたしました。相手がミロカロス、キューコン、リザードン、ギャラドス、グライオン、そしてジバコイルということでよろしくお願いいたします。先発マンムーかな多分。グライオン重いしね、先発マンムーでいいかなと思います。でですよ、ミロカロッちゃんちょっときついよね。ミロカロッちゃんなのでロトムを連れて行きたくて、まああとはリザードンとかね、ギューゴン、ギャラドス、まあギャラドスはロトムで勝てるか。うん、ジバコイルはマンムー、グライオンもマンムーって感じかな。だとあと1体はギャラドスかトゲキッス連れて行きたいところ。まあ全体的に見るとトゲキッスでいいのかなって思っちゃうけどな。トゲキッスで行きます。お願いします。
さあ、相手先発、ジバコイルを繰り出してくれ。ならばよし、わしはマンムをしっかりと投げてゆく。ここはですね、自信をぶち込んでおきましょう。引いてくるならばよし、引かないならばこのまま自信をぶち込んでやる。さあ、相手の磁場コイル頑丈ではない。なるほど、ならすごい余裕が生まれてしまったんじゃの。さあ、ミロカロッちゃんが出てくる。マンムーは一応取っておきたくて、ここ波乗りかな。打ってくるとしたら多分ロタムに引くの読まれると思うんだよね。キッスに一回引くわ。うん、でヒルミーベイビーする。トゲキッスによるヒルミーベイビーするわ。最強の熱と、オッケーオッケーオッケー。だったらジバコイル引きでよかったかなって感じだけど、やけどしないエアスラッシュ。チンパンエアスラ打っときゃいいのよ、こんなのね。ひるませりゃ勝ちよこれ。動画の最初でろくでもないプレイヤーがいるとか言ってたけどさ、わしもろくでもないプレイヤーなのかもしれない。わしこそがろくでもないプレイヤーかもしれない。グライオンと、グライオンめんどくせえな。エアスラッシュ、いいダメージ。ただポイズンヒールがな、入っちゃうからな。ただ上取れてるから守る打たれて、そっからあれでしょ、身代わり張ってきたいみたいな感じでしょ。もうエアスラチンパンでいいんじゃねえかなこれ。エアスラ連打でよくない。もう突破するわ、エアスラ連打で。わしはろくでもないプレイヤーです。わしこそが真のろくでもないプレイヤー。ごめんな、本当に本当にわしろくでもないプレイヤーだったわ。イージー。さあ、エアスラッシュしっかりと守られてゆく。ポイズンヒール、エアスラチンパン、エアスラチンパン一番簡単なんだよなこのゲーム。さあどうだ、投げつける、毒々玉を投げつけられた。でわしは毒毒になっちゃうと。いやでも実際このグライオンなんとかできりゃわしの勝ちだからな。さあ、ポイズンヒーリング、わしはエアスラチンパン、守るを使ってくる。さあ、エアスラッシュしっかりと守られてしまう。ここは相手ミロカロスに引いてきそうだけどな、どうなんだろう。まあエアスラチンパンするわ。ああ、やっぱ引っ込めてくるよな。そうだよな、そりゃそうじゃ。さあ、ミロカロッちゃんが出てくる。エアスラッシュぶち込んでやるぞ。さあ、毒毒のダメージ受けて、実はトゲキッス切ってもいいと思ってて、っていうか切るっていうか、ミロカロス死なねこれ。ミロカロス死ぬんじゃね。ああ。ごめん。ほんまにごめんな。ろくでもないプレイヤーは、わしでした。人間のクズ。これは、これは本当に人間のクズです。さあ、相手は守るで、この守るによって、残念ながら、わしのトゲキッスはやられてしまうんですが、一応そのここで相手守る吐いてくれたんで、次のターン相手は守るを打てないと。うん、つまりどういうことかというと、わしの勝ち確です。さあ、とどめはマンムーでいきましょう。やっぱトゲキッス最強ポケモンなんじゃねえ。うん。つららばりで。ジバコイル倒せたのが全てだったな。つららばり、バコーン。えい、対戦ありがとうございました。ろくでもない戦いじゃったな。マッチングいたしました。相手がゲンガー。ウィンディ、バンギラス、ラグラージ、ユクシー、そして不思議バナということでよろしくお願いします。まあドラピオンから行くか。
まあドラピオンだな、うん、で裏に関してはまあギャラドスいい感じなんじゃないかい。うん、ギャラドスは出していきたい。で不思議花がちょっと重いかな。うん、全員アタッカーでも今回悪くなさそうなんだけどな。なんかマンムーかトゲキッスでも悪くなさそう。でトゲキッスとマンムーはまあ不思議花に打点あるものの返しでやられる可能性があるんだよね。だったらやっぱろくでもないエアスラチンパンしてる方がいいと思う。なんかコメントでも来てたぞ。なんかエアスラヒルミトゲキッス使う実況者いるんだっつって嫌味言われてたから使います。お願いします。さあお相手先発ラグラージー。これはね良くないね。ラグラージーはね起点作成型なんてねほとんどいないんだよ。だから自信を打たれてしまう可能性があるということで、ギャラドスに引くのが一番丸いけど、それであれされると嫌だな。ステルスロック巻かれると嫌だから挑発から入るわ。いやまあ普通に自信だわな。えでも耐久に振ってるし、うん、結構耐えるっしょ。オッケーオッケー、耐久に振ってるから結構耐えてくれる。ここはまあ一発守るから入りますか。オーケー。さあ相手は自信を打っているであれば、ここはギャラドスバックですね。さあドラピオン戻れ、行けギャラドス。お相手は何してくるかな。わしは威嚇をバッチリ入れている。ギャラドスには効果がないようだ。挑発の効果が解けた。ですね、ゲンガーが裏にいると多分引いてくると思うんだよね。うん、ただゲンガーの10万ボルト受けれるポケモンいないんだよな。だったらここリュウマイするわ。あ、不思議バナか。不思議バナバーナが出てくる。さあ1リュウマイします。とりあえず噛み砕くからいきますか。バチコリ、いいダメージ。宿り木の種、多分ね、多分だけど相手ここ守ってくると思うんです。守るかギガドレインだと思うのね。だからわしはトゲキッスに引きます。うん、そうすることによってギガドレインも透かせるし守るも透かせると。ヘドロ爆弾は撃ってもないと思うね。ギガドレインだよね。 OK OK。でまあ守る込みでかなり回復されちゃうんだけど、まあエアスラでどうせ相手ひるむんで大丈夫っす。お、通った。守る採用してない、もしかして。ひるめ、シャオケーオーケー最強。エアスラチンパーン神ゲーバンギラスがちょっと重いかな。いるとしたらいそうだよな。まあ言うていそう。あーゲンちゃんか。まあゲンちゃんはな、ぶっちゃけここをもう強引に突破するしかないかなって感じがするな。ドラピオンに引いたとて多分相手10万ボルト打ち毒だと思うんですよ。うん、こっち3体もう見せちゃってるから、10万ボルトの一貫あるの相手分かってるから、キッスはもう強引にここエアスラかな。外したー、耐えた。偉い、クソ偉いんだけど。え、だったらさっきのエアスラ当ててたら最強だったじゃん。何やってんだ。当てろ、ナイス。まあ、技外したんだからひるませるよね。はい、オッケー。GG! GG! Well played! さあ、最後がラグラージと。かわいそうだな。草結びで倒せそうなんだよな。これ、ドラピオン切りますわ。うん。行け、ドラピオン。それ読んであれだったらどうしよう。いやさすがに滝登りとかそっち系でしょ。雪なだれ OK。
これで完全にアタッカー型なのは把握できた。一応まあステルスロック持ってないとは思うんです。うん、滝登り、地震、雪なだれ、あと一個なんかだと思うんだけど、まあ多分持ってないと思うんだけど、一応挑発っとくわ。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうかね。ろくでもない対戦相手とかタイトルにつけて、実のところ一番ろくでもない男はわしでしたっていう話でしたね。まあね、ちょっと先日体調崩しまして、病み上がりなんですよね。熱は下がったんですけど、まあそんなこんなでね、ちょっと手抜きっぽい動画になってしまったんですが、それでもね、まあできる限り面白い動画撮ったつもりなので、楽しんでいただけたなら幸いでございます。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもね、体調に気をつけてね、楽しくポケモンバトルしてください。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。 Yeah.